はい、どうも、トラキチです。今回はですね、契約書の方をまた引きたいなと思います。契約書はゴールド契約書5枚と A ランク自治務契約書1枚ありますんで、これを引きたいなと思います。その前に、まあ、ルーレットヒッターの途中経過、報告しておきたいなと思います。現在累計118点です。はい、まあ今日現在2019年12月26日の15時過ぎなんですけども、まあ2日目あと丸1日残ってますんでね、まあ累計は S ラン月間突破コーチの150点はね、まあ余裕でいけるとは思うんですけども、ただちょっとね、この点がハイスコアですか、ハイスコアが29点のままで、現在ランキングが25万84位というね、もう超底辺なんですけども、全然伸びないですね。もうアウトになってばっかりで、なんか方法あるんかな。みんなね、ハイスコアの人とか結構ね、こう123点とかでしょ。100点超えはえぐいな、やっぱすごいな。ちょっとね、やっぱなんかやり方間違えてるのかなとさえ思ってきました。はい、まあまだね、あと1日あるんで、まあせめてもうちょっと上行きたいなと思ってるんですけども、ランキング10万円以内で10エナジーですか。まあどれぐらい取ったらいいのか分かんないですけども、まあこれを目指して、もうちょっと頑張っていきたいなと思います。はい、ルーレットヒッターはこんな感じですね。それでは、契約書の方引きます。ゴールド契約書5枚と A ランク自チーム契約書1枚なんで、ゴールド契約書5枚からいきます。1、2、3、4、5枚と、はい、A ランク以上の阪神の選手来てもらいたいです。できれば S ランク来てもらいたいです。お願いします。来い。来てくれ。タイムアウトチャンス。あかんな。あかん。あかん。佐野選手、野田選手、西川選手、後藤選手、デスパイネ選手、はい、見事に全員 B ランクですね。はい、全然来ないですね。はい、まあ仕方ないです。A ランクチーム契約書1枚ありますんで、これ引きたいなと思います。その前に一応確認しておきます。阪神純正だけでやってますんで、阪神の選手で欲しい選手の確認しておきます。近本選手、マルテ選手で、ガルシア選手、北条選手、高橋選手ですね。この最近追加された3名、ガルシア選手、北条選手、高橋選手、これぜひ来てもらいたいなと思ってます。まあ、この中で S ランク持ってるので来てほしい選手といえば、マルテ選手と北条選手なんですけどね。ガルシア選手も覚醒の S 持ってますんで、ぜひ来てもらいたいなと思ってます。はい、それでは行きましょうか。今雄太選手来てもらいたいです。お願いします。さあ誰来る。おお、ドリス選手か。ドリス選手 S ランクで、シリーズ1の、ね、S ランクで極みで持ってますけど、ちょっとドリス選手がね、シルエットっぽいんでね、非常に残念なんですけどね。まあまだちょっとわからないんでね、一応届けておきたいなと思います。はい、今回はこんな感じですね。まあちょっとゴールド契約書5枚からは、A ランク以上も来なかったですけどもね、まあ A ランク自チームもちょっと欲しい選手は来なかったですけども、まあまだ頑張っていきたいなと思います。はい、まあ、ルーレットヒッターの方も現状まだハイスコア29点なんでね、ちょっともうちょっとスコア伸ばしていきたいなと思ってます。はい、また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチでした。